ひろしのラジオコーナー。視聴者の皆さんこんばんは。今夜も皆さんから寄せられた質問やお便りに私ひろしが本音でお答えしていこうと思います。はい、では早速一発目のお便り読んでみたいと思います。サムネって誰が書いてるの？あ、そういえば俺もサムネの人とね喋ったりしたことってないんだよね。多分今何人かのイラストレーターさんが手分けして書いてくれてると思うんだけど、まあ、その回の動画の概要欄見るとね、この時のサムネを書いた人の、ペンネームが載ってます。はい、次のお便りです。慰謝料の総額はいくら？どうなんだろうねなんか人事みたいになっちゃったけど、まあ経験から推察するにね、多分3000万とかじゃないかな。なんか不倫の慰謝料の相場って結構まちまちみたいで、なんかね一般的には300万円程度と言われていますとかっていう適当な記事結構上がってんだけど、現実を見る限りそこまで取れないケースの方が多いんじゃないかなっていう気はしてます。実際動画の中でもさ、だいたい不倫した嫁追い出しちゃったりなんやかんやで無職になるじゃない。だから全然ね収入源が確保できない人に慰謝料を請求する話で終わってることが多いのよ。だからほんとそれまでのこの嫁のキャリアにもよるんだけど、中には30万とかしか取れてない嫁もいると思います。あ、これ完全に余談なんだけど、慰謝料もね、なんかあんまり取りすぎると、いやそれもらいすぎだろっていうことで、国税からね、国税かな、税務署かな、ちょっと分かんないけど贈与税が発生するらしいですなんで慰謝料から税金払わなきゃいけねえんだよって思いますけどね。はい、では次のお便りです。最初に不倫されたのはいつですか？それでどういった気分になりましたか？あ、そういえばヒロシが初めて不倫されたエピソードってまだ出てないもんね。なんかね、このチャンネルもね、やりながらちょっとずつこのヒロシのキャラクターの設定がね決まっていったのよ。ほんとちょっとずつね、まあ、だから気がついたらもう不倫される体質だったし、気がついた時にはもう慣れてたって感じですいやほんとね、公式の人がものすごいね気まぐれなのよ。だからもしかしたらある日突然ヒロシの不倫エピソード1みたいのが出てくるかもしれないです。いや、わかんないけどね、本当にわかんないけどね。はい、では次のお便りです。ヒロシはいつも浮気嫁をキャッチ&リリースしてますが、ヒロシの中の人は結婚してますか？また関係は良好ですか？待って、浮気嫁キャッチ&リリースっていう、どうしようかな、これはまあ正直なところ言わないでおきます、ごめんなさい。あ、でもせっかくだから一個だけヒント残していくわ。ね、少なくとも俺ね恋愛関係でね長続きしたことがないですなんだか笑ってるのに涙が出てきたな。はい、では次のお便りです。さよよさんとはお話ししたりしますか？あ、俺あんまね共演者と喋んないの。なんでかっていうとね、恥ずかしいからあ、そうだ、前にもラジオでちょっと話したと思うんだけど、さよよさんね、ハンドルネームが3つぐらいあんのよ。で、さよよだったり、よよよだったり、ちょっと真面目な場だと泉さよっていう名前だったりするのよ。で、俺も正直どれで呼んだらいいのかは分かりません分かってません。まあほんとね、仕事の件でしかつながったことがないから、仕事の話しかしたことがないです。では次のお便りです。ヒロシって正直浮気しそうな人と結婚して慰謝料もらうためにたくさん離婚してるんですよね？そんなわけねえだろごめん、ちょっと笑ってむせたわ。現実的に言ってね、離婚してもらう慰謝料より結婚にかかるお金とか時間とかね、労力の方がずっとでかいから。だから俺みたいに結婚して離婚して慰謝料で生活しようみたいなことを企んでる人がもしいるんだとしたら、いないと思うけど、めちゃめちゃ赤字だからやめといた方がいいと思います。はい、では次のお便りです。ねえ、このヒロシは別人？あー、ちょっと音だけで伝えるの難しいんだけど、このヒロシってどのヒロシのこと言ってるかっていうとね、スカットラインの海外出張中の夫を近所で目撃っていう、俺が不倫する、俺っていうのかな男側がね不倫する話なんだけど、これで不倫してるヒロシは同じヒロシなのかっていうことが聞きたいんだと思います。
そう、これね、台本もらった時名前ヒロシだったし、なんかセリフもいつもの感じだったから、あ、いつものヒロシなんだなと思って収録したのね。で、数日後動画が完成するじゃない。で、見てみたらさ、全然違う顔だったんだよね。あ、だからこれ多分ね、名前ヒロシだけどヒロシ違いなんだと思ってだから俺それ以来ね、不倫したことありますかって聞かれたら、あ、ないですって答えるようにしてますはい、では次のお便りです。ねえヒロシ、鍵アカだからヒロシへの質問できないんだ。 DJ ヒロシで答えてほしかった。ごめんねヒロシ、だから結婚しよう。ちょっと何言ってるかわからない。なんでそんな一気に結婚まで飛ぶのかね。あ、そうだ、ラジオでまだ言ってなかったと思うんだけど、このヒロシへの質問どこで募集してんのかっていうと、ツイッターです。ツイッターでね、ハッシュタグヒロシへの質問って書いて、ツイートしてもらうと、このラジオの中でこうやって俺が答えていくっていうルールになってるんです。で、この収録日にね、あんまりネタが溜まってない時は、質問箱ってあるじゃない。ツイッターにね、質問箱っていうのを設けてるんだけど、まあ本当毎日ね、すさまじい数の質問が寄せられてて、ちょっと正直ね、全部は回答できないかもしれないんですけど、一応目だけは全部通してるので、メッセージ送ってみたいなとか、聞きたいことがあるんだけどっていう方は、まあ質問箱の方から聞いてくださっても OK です。絶対ラジオで取り上げてほしいっていう人はハッシュタグの方で質問してください。はい、では次のお便りです。泳げる？あ、実はね、俺泳げないの。なんでピンポイントでこの質問来たかな。泳げない人って今時どれぐらいいるんだろうね。はい、では次のお便りです。ヒロシ君、とっても好きです。あ、ありがとうございます。まあ、こういう形でね、気軽に応援のメッセージだとかファンレターみたいなのね、いただけますと内心ものすごい喜んでますんでこれからも応援よろしくお願いします。はい、では次のお便りです。最終回の話は決まっていますか？多分決まってないと思う。っていうか多分ね、公式の方もまだ終わらせるっていう発想が多分全くないんじゃないかなって俺は個人的に思ってます。最終回あるとしたらどんな話になるんだろうね。ヒロシが結婚する話？いつも通りじゃねえかよ。はい、では次のお便りです。ヒロシさんって実はモノマネ得意だったりします？いろんな声が出るなと思って。小学校の時とかはね、モノマネ得意だったような記憶があるんだけど、モノマネ得意かって言われたら、まあ得意ではないつもりです。はい、では次のお便りです。世には離婚式ってやつがあるらしいですよ。結婚指輪を2人で金槌で割るらしいです。シュールですが、ヒロシさんも一回やってみません？離婚式ってあるんだ。なんか聞いたことあるような、ないような。まあ、でも俺が離婚式毎回やってたら多分あれだよね、壊した結婚指輪の数でギネス記録取れちゃうよね。はい、では次のお便りです。無人島後編でのちょっと何言ってるかわからないが過去一のかっこよさでした。ところで覚えてる限りで NG 集の中で一番出してほしくなかったのは何ですか？PS、 個人的にはかわいそかわうそが好きです。あー、なんかあったね、かわいそかわうそ。あれなんだっけ、ほんとね、どういうシチュエーションで撮ったか覚えてないんだけど、確か台本にね、かわいそってすごい勝った相手をこう煽りながら笑うセリフがあったんだよ。で、その時ね、俺ちょっと収録の勢いでかわいそかわうそってなんかね、ポロって言っちゃったんだよね。でもうね、これ言っちゃった時点でもう完全に空気凍るじゃない。で、これ本編で絶対使えないから、あ、これカットしといてくださいってついでに言ったんだよ。でもそしたら公式がね、わざわざ NG 集っていうところでわざわざ特設コーナー作ってね、普通に出されましたよね。そうね、俺結構ね、1回で収録済ませたいたちなのよ。だからたまに噛んじゃったりセリフ間違えたりしてもね、そこまで戻ってカットしないで、そのまま、あ、ごめんなさい今のカットでみたいな感じで続ける時があるのね。で、そうするとさ、NG テイクをね、公式が面白がってリサイクルすんのよまあそうね、あの流れでね、一番使われたくなかったのはやっぱカワウソじゃないだってガチ滑りしたからね、あの時ね。はい、では次のお便りです。今一番欲しいものは何ですか？やっぱ離婚届ですか？
なんでだよ。なんで離婚届欲しいんだよ。確かにね、離婚ばっかりしてるけど、離婚してるってことは結婚もしてるわけだ。てか離婚届いらないから浮気しない嫁さんが欲しいな。はい、では次のお便りです。最近このチャンネルが好きすぎて見るのやめられないんですけど、どうしたらいいですか。これからも見続けてください。頑張って不倫と戦い続けるんで。では次のお便りです。ひろしさんの好きな女優さんやアイドルはいますか。菅野美穂とか上戸彩とか、あ、そうだ、あと宮崎あおいとかで、ね、好きです。はい、では次のお便りです。うどんとそばだったらどっちが好き、理由も教えて。あ、適当に答えようと思ったのにな。理由も教えてって聞かれちゃったよ。あ、そうね、結構気分次第なところない、うどんとそばって。あ、まあでもね、強いて言うならそばかな。まあ、なんでかっていうと、そばってなんか変わりがないじゃない。なんかそばと似たような味のする食べ物ってなんか他にないのよ。まあどっちも好きだけどね、うどんもそばも好きだけど、どっちかって言ったらまあそばかなって思いました。はい、では次のお便りです。車の運転はしますか。しないのであれば私の車の助手席に乗ってほしい。あー、普段運転はしないけど、助手席乗せてどうする気。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。かわいそう。かわうそ。